さあ始まりました、オットタクシーラジオ。今いい感じなんです。パーソナリティのオットタクシープロデューサーコニーキャニオンの伊藤です。オットタクシープロデューサーのピックス平賀です。このラジオはアニメオットタクシーの魅力を2人のプロデューサーがネタバレ上等でお話ししていこうというラジオです。はい、ということで第6回目ですということで、収録的には明けましておめでとうございますな感じですよね。そうですね、おめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろやることがあるんですけれども山積みです。はい、山積みで割と年始バタバタして、はい、多分このまま3月ぐらいまでバタバタするだろうなというのが見えてる感じでございますが、年末ね、はい、12月25日オトタクシーインザウッズが発表されたということで、ね、なんかクリスマスに解禁っていうので結構すごい、いろいろこうね、他のいろんなニュースがいっぱいある中で、はいはい、どうなんだろうって心配してましたけど、はい、なんかすごいこうたくさん取り上げていただいてかなり盛り上がりましたね。そうですね、いや良かったです。ちょっとプロデューサー目線でいくと12月25日の解禁って埋もれるよなっていう、そうですね、リスクはね心配してましたけどね、ありましたけど思った以上に広がって、なんかやっぱ前日に、ね、また別ですけど、その、ファーストテイクで、スカートとパンピーのオットタクシーがあった流れもあって、前日からなんかかなりこうオットタクシーっていうワードがかなりこうわーって出てったのが良かったかなっていうのはありますよね。ですよね、なんかあれカウントダウンしてたじゃないですか、1週間ぐらい前から。はいはい、そうですよね。あれファーストテイクと1日ちげえぞみたいな、みんなファーストテイクのカウントダウンだと思ってた方々もいらっしゃって確かになんか僕も見てなんかこう、あ、ファーストテイクするのすげえじゃん、あれまだあと1日あるあるぞって感じになってて、なんかね、いやうまくなんかここはなんか誘導できたというか、盛り上げることがね、クリスマスイブ、クリスマスに、盛り上げることができたのは良かったなと思いました。良かったですね。あの映像もね大変だったと思うんですけどね。そうですね、結構、ね、時間ない中、かなり怒涛のその PV、 ミュージックビデオ撮ってくれたチームと同じチームがやってくれて、もう本当に時間ない中めちゃくちゃ頑張ってくれましたね。面白かったですね。はい、はい、なのでちょっとではメールご紹介したいと思うんですけども、はい、ラジオネームつぶあんさんからいただいております。平賀 P 様、伊藤 P 様、こんばんは。いつも楽しみに聞いております。この度オットタクシー映画化おめでとうございます。12月に入ってから、そういや淀川がタクシーごとぶっ飛びまで1ヶ月切ったなぁとぼんやり思っていたのですが、謎のカウントダウンがツイッターで始まり、そわそわ見守ってたところ、まさか映画化の発表でこちらが吹っ飛ばされました。スクリーンでキャラクターたちに、再会できるのが嬉しいと同時に、ラストのあの続きが気になった私は、脚本家のこのもとさんのコメントにあったカッコ書きのカッコ助かるとは言ってないにギャン泣きしそうになりましたサブタイトルのインザウッズの意味も気になります。このもつさんが一つ提示されるといった続きにハラハラしながら公開日を待ちたいと思います。素敵な情報ありがとうございました。これからも忙しい時期になると思いますが、お体には気をつけてくださいということで、ありがとうございます。お気遣いまでいただいちゃって、さんのコメントちょっと怖かったですね。僕も怖かったです。あ、ね、助かるとはかっこ言ってないって言ってましたからね。はい、でも確かにちょっと気になるコメントですね。はい、まあ、あとね、サブタイトルのインザウッズもですね、これね、やっぱこれちょっとね、見た後の、そうですね、なんかいろんな捉え方があるんで、なんかそれぞれもう結構ね、あれでこうなんじゃないかっていう、いろいろとこう、こう予想立ててる人たちもいるので、もうなんかあんまりこれですみたいなことよりは、なんかこういろいろ捉え方があって面白いんじゃないかな。そうですね、はい、なんとなく5月とか6月とかなんかその辺ぐらいにちょっと、そうですね、ね、ここの日はお話ししたいな、あ、このラジオがタブレイさんが続けるって言ってくれればですけど、そうですね、タブレイさん次第になっちゃいますが、はい、そんぐらい公開後ぐらいにちょっとお話ししたいなと思います。はい、じゃあ次のお便りです。
ペンネームオットタクシーの世界ならイノシシになりたい、伊藤 P 様、平賀 P 様、こんばんは。オットタクシーまさかの映画化、めちゃくちゃ嬉しいクリスマスプレゼントでした。特報映像の内容やこのもとさんのコメントからも不穏な空気がたっぷり漂っていてドキドキものですがそこがまたオットタクシーらしいです。絶対見に行きます。行ってほしいですね、これ。オトタクシーラジオ第3回でオトタクシーのオールナイト上映を希望するお便りの紹介がありましたが、あの頃にはきっと映画化のプロジェクトは動いていたわけですよね。まさかあのお便りが伏線だったとは、一本取られたような気持ちです。あのお便りを読んでいた時のお二人の心境をぜひ知りたいです。ちなみに映画化が決まったタイミングはいつだったのか、最終回直後、ブルーレイボックス6000セット以上達成した頃、また映画化に至るまでの経緯なども差し支えなければ教えてください。これでも映画化このもう少なくとも放送後とかは全然決まってなくて、なかった、うん、なんかお盆明けぐらいに配給会社さんから、うん、あのちょっとやらないんですかみたいな話でしたよね、うん、確か。そうです、そうです。でだからでもそのお盆ぐらいでもまだだからその最初のお話が来たぐらいなんで、うん、だから夏9月、まあ、やる方向に向けて動き出したのって本当9月10月ぐらいなので、そうですね、だからそのラジオの時はもちろんもう決まっててやるんですよって心の中で思ってましたけど、うん、そう、その、あの大画面で見れるよ、うん、安心してねぐらいな感じで読んでたかなと思いますね。そういうふうに思ってましたけど、でもそうなんですよ、だからその辺はあのなんかそのご連絡いただいた時ももう映画やるんですよねみたいな、うん、決まってるんですよねみたいな感じのお話だったので、いやいやいや決まってないですよ、決まってないですやりましょうよっていうでもあの時期ってそのブルーレイボックス何セットいくんだって言って、僕ら多分そっちに、そうですね、魂とあれを持ってかれてたんで、はい、そうですね、だからなんかまあでもそういうふうにこうざわざわざわざいろんなことであのニュースが広がって、多分その配給会社さんの耳にも入ったり、うん、いやじゃあ見てみようって見て面白いじゃないかっていう風になったんだと思うので、なんかそんな経緯ですかね、はい、ぜひ、まあ、楽しみにしていただきつつ、ね、まあでもね、うん、オールナイト上映もオールナイト上映で違う意味もなんかできるのかなと思うので、ね、それはそれでまた面白いイベントとしてできたらいいですけどね、はい、それではお便りありがとうございます、じゃあそれでは早速始めていきましょう。オットタクシーラジオ、今いい感じなんです。最後までお付き合いください。この番組は小戸川交通パートナーズ、キャニメプライムの提供でお届けします。オットタクシーラジオ、今いい感じなんです。こちらオットタクシーラジオ、今いい感じなんですが、あ、何かジングルが気になりましたね。一箇所明らかに明らかにいつもと違うモノホンが入ってましたね違いますね、はい、そうですね、当たり前ですけど、やっぱ我々の後半の被せが恥ずかしくなるぐらいな、はい、はい、あれですね、はい、まあ、ここは後ほどということでですね、はい、はい、メールが来ておりますので、それを読んでいきましょう。それでは、ラジオネームメガネさんからです。3回目12月3日の放送でオトタクシーラジオに出てほしい人として福岡の歩く飲み屋こうちゃんを推薦したメールを読んでいただきました。ありがとうございました。まさか読まれると思っていなかったので驚きましたが、ご本人にも放送を聞いてもらったところとても喜んでました。4回目の放送で、実践されていた双子の VTuber ジャミニさんが、本当にゲスト出演されていたのを聞いて、いっそのことこのお店で収録してもらえたらいいねとこうちゃんと勝手に盛り上がってます。コロナで難しいと思いますが、福岡での収録がいつか叶うと嬉しいです。言ってみるもんですね、すごい広がりますね福
公開収録ってことですね。そうですね、行きたいですね。なんかね、映画とかで、ね、舞台挨拶のね流れで行きたいっすよね。舞台挨拶とか、はい、すごいですね。なんか、いや本当にこうやって意外とこう言ってみると広がって、やっぱそうやってご本人の耳に入る時代なんだなと思って。そうですね、はい、なのでちょっとここもね、ぜひ福岡行けるようなことがあればまたご相談、してみたいなと思いますので、まあ、我々サラリーマン2人なんで割と身軽ではありますので、はい、でもう一個、ラジオネーム玉さん、平賀さん、伊藤さん、こんにちは。ラジオいつも楽しく聞かせていただいています。石油ストーブやこたつのとの相性がいい感じのオドタクラジオ大好きです、ということで。私はわらびにあるやまびこにそっくりな焼き鳥屋さん、鳥善で働いてるものですとおお、はいはい、以前ラジオで話に少し取り上げていただいて、うれしさのあまり、走り回ってしまいました、お話の中で、公開収録ができたらというのことをおっしゃってたのですが、マスターにそれの話したところ、やってほしいな、できたらいいな、お客さんも来てくれるかなと言ってました。マスターは72歳ですが、オドタク2周済みです。すごっ、ね、私が済みましたつって書いてあるんですね。素晴らしい布教ですね。ありがとうございます。お酒も焼き鳥もお出しできますので、酔いどり収録会を企画される際はぜひわらびにある鳥善をご利用ください、これからもラジオ楽しみにしております。オドタクシーがこれからもいろいろな人に愛されますようにというところで、関口の白熊さんのぬいぐるみのグッズ化してほしいですって書いてあります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これお便りとかが来たわけじゃなく、ただツイッターでエゴさして、はいはいはい、多分かなり最初の頃のラジオで言ってみたって感じで、すごいですね。聞いて、ね、それを聞いて分かってて、しかも来てくださいってなってますよ。わらびなら行きやすいです。わらびだよね、行きやすいここはね結構ね、会社の帰りにでも行こうかなぐらいの勢いでも行けるエリアなので、ね、いやいいじゃないですか、わらび、いい、ね、あのエリアいいですよ ね、うん、いいですね。飲み行くにはむちゃくちゃいいエリアなので、山彦さん本当ありがとうございます。山彦そっくりで鳥善さんですね、鳥善さん、はい、ありがとうございます。ちょっとまたフラッと僕一人で行っちゃおうかな、先にロケハンして、はい、ロケハンしに行くかもしれませんその時はよろしくお願いします。それでは以上、まあお便りになりますが、そう、ひろばさん、ちょっとこの間1月7日の配信かな、はい、ラジオの配信の時にちょっとこう久々にウォッチパーティーやりたいなと思って僕書き込んじゃったんですけど、チャットにどっかでやりたいですね。そうですね、また久々にというか、そうですね、なかなかねオンエアを組むこともなかなか難しいので、Amazon プライムさんのプライムビデオさんのまた限界にチャレンジしようかなと思っていて何人参加できるのか、そうルールを見ると100人限定なんですよ。けどこの間限界突破しましたよね、1回 ね最終回の前、そうすごい人400人ぐらい来て、でも見れてましたね、見れてました、うん、あれ一応 Amazon さんにもこれ400人入っちゃってましたけど平気ですかって言ったらさあみたいなジャパンはよくわかんないっすみたいな雰囲気だったんで、ちょっと400超えたいですね、次やるときにはね。でもなんか結構あのチラチラっとあのその自分たちで、ね、友達でなんかやってる人たちがいて、そうそうそう、すごいありがたいですよね、うん、ね、ああやって確かにこういつでも見れるんですけど、なんかこの時間にやるよみたいにやると結構あの見るじゃないですか、うん、すごい、でしかも友達と一緒にとかはいいですよね。なんか VTuber さん結構やってますよね。やってます、最近、はい、僕たまに見てずっと一緒に見て、はいはい、見てたりするんで、僕も見てます結構大規模にやってますよね、やってます声かけて、ね、そこをちょっとね、ぜひ、僕らも近々、ね、そこで配信されてる頃もあれですね、ちょうどアニメ化解禁されて1年、うーん、1月15日が、はいはい、去年のアニメ化解禁の初報だったので、1年記念みたいな感じですね、なんか、1月下旬2月頭ぐらいにやれればなと思っております。はい、はい、それではちょっとメールは以上となります。たくさんメールありがとうございました。この後お待ちかねゲストコーナーです。はい、ホットタクシーラジオ今いい感じなんです。
さてここからはゲストコーナーになります。毎回オトタクシーにゆかりのある方を呼んでおります。今回のゲストはこの方、山本役の古川さんです。どうも古川誠でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ジングルでのご参加もいやいやいや、ありがとうございます。さすがやっぱり本家本元です。本家でした。そうですよね、このラジオのタイトルが今いい感じなんですっていうところですね、はい、あの久々にこの文字を見たなとあーなるほど。ってことはあーなんかこう、まあ、ゆったり喋られてるラジオなんだろうなっていうところも最初あれしたんですけれども、うん、はい、何かそのなんだこけられない何かがあるのかあ、逆にプレッシャーになっちゃいました。いや違う違う違う、なんかこうその時の山本のセリフが、うん、ミステリーキスがこう、まあ、今いい感じだから落とすわけにいかないっていうような、うん、まあ、そうですね、そんな感じのその、内容のセリフだったんで、はいはいはい、なんかこうそういう方向で変な邪推を一瞬してしまったいい感じなんですの後が大事ってことですね。そうそうですね、そうそうそう、でもいい感じのラジオというところで、はい、いい感じお邪魔いたします。はい、すいません、よろしくお願いします。お願いします。もうやっぱこのタイトル、ラジオのタイトルから古川さん呼んでくださいが、やっぱりすごい、いや光栄です、ありがとうございます。まあでもお客さんも来るだろうこのタイトルだっていうのはあったと思うんで。なんで今いい感じなんですになったんですかこれって。いやでもなんかこの話してる時に、うん、はい、なんかその山本人気っていうか、ああ、そうそうそう、山本がやっぱ結構そのすごい人気なんですよ。はいはいはい、でなんかそのやっぱ山本の中でなんかその盛り上がってる話をそのいい感じなんですっていうあのモノマネを、はい、結構ね、そう、あのイベントとかでもあの、ずっとやってくださってますよね。そうなんですか。そうそうそう、ガーリーさんがね、そうガーリーさんが結構やっていただいてて、はい、でそれで結構ずっとそのいい感じなんですが、もう僕らの耳の中に結構るんですよ。なるほど、そのリフレインだったんだ。そうなんです。あ、なるほど、理解しました。そうだからやっぱもうこのタイトルしかないっていう感じでね、結構早めに決まりましたよねこのタイトル。これはすんなり決まりました、うん、あとまあなんかちょうどブルーレイボックスが4400セット受注した時に急遽決めた、ラジオ試作だったんで、はい、まあ、ブルーレイボックスも受注もいい感じだったから、まあ、いい感じなんですっていう、 そうですね、もうあのリフレインもあるんですけど、まあ、その状況もあったんで、はい、あのこういうタイトルになって、そうですね、だからオトタクシー自体もいい感じになってきてるんですっていうタイミングでもあったっていうのがあったかもしれないですね、はい、あ、そうですよね。いや劇中のそのセリフの状況とかを考えてしまうと僕みたいに邪推してしまうんですけどいい感じなんですっていうセリフ自体は、言葉自体はすごくいい感じなものなので、そうなんですよ、もうここら辺がちょっとなんか関わったがゆえの変な方向に行ってしまうと思えなくなってきた面白い。そうです。いや呼んでくださってありがとうございます。こちらこそも参加させていただけるのは初めてなんで、そうですよね、なかなかあのおしゃべりする機会もないというところでですね、あのこれ言っていいのかどうか分かんないんですけれども、はいはい、あのいろいろツイッターであの宣伝をしようと思った矢先にですね、うん、いろんなことが舞い込んでいき、うん、あの宣伝のタイミングがどんどんずれていき、はい、これもう遅いんじゃないかなっていうふうになっていき最終的に何もできてないっていうところですねこの場で謝罪させてくれ、本当に申し訳ございません。全然もう今からでも遅くないです。全然これから映画があるんで全然、はい、いやでも多分古川さんちょっと覚えてるか分かんないですけど、はい、去年のアニメジャパン、あ、はい、あの小戸川の着ぐるみと一緒に撮って、そう、うちのポニーキャニオンのブースでイベントあって着ぐるみ控えてたんで、ちょっとあの後狙おうっつってゲリラで突撃して写真つってすいませんっつって撮った動画。そうですね、なんか別で来られてて、そうだからあの時多分拉致られた感覚でこう左取られてみたいな急になんだこのぬいぐるみみたいな感じだったと思うんですけどそんなことない、そんなことない、あ、ホットタクシーだと思ったその次に思ったのが小戸川がでけえいやでかいんですよ、でかかったですね、はい、オンエア前からああいうのを作ってしまいまして、いや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 、なんか素敵でした、でも久しぶりになんか触れられたのが嬉しかったですよ、ありがとうございます。で古川さんまあね、アンモートに関してまあ語るシーンもまあ僕らもほぼほぼ初めましてなので、あれなんですけど、オットの第一印象
まあ、これが、まあ、マネージャーさん、ちょっとマネージャーさん役だったんであれなんですけど、マネージャーさんから来るわけじゃないですか。はいはいはい、どう思いました、まず。なんか、あの一番最初の印象ってやっぱ誰もが思うのがあのみんな動物なんだなっていうところから始まってくるじゃないですか。で、あ、まあ、こういう人たちがタクシーにまつわる、何かしらをやる話なんだなって最初その概要とかを見た時点では思って、概要というかその本当になんだ企画書の1枚目見た時は思って、だペラペラこうめくっていくとですね、あれこの話黒いぞ確かにはいはいはい、コンテ、ゼマのコンテみたいな感じで脚本から、はいはいはい、でも先にいただいて、はいはい、でもそれも目通していくんですけど、これはその側が動物なだけであって実際は多分夜10とか月9とかにやってるサスペンスもののドラマなんだなっていうところに落ち着き、で実際にやらせていただくわけなんですけれども、うん、あの収録を、うん、まあ、やっぱりこう絵に騙されるようなところっていうのが、うん、それぞれの芝居が生っぽいお芝居が多いので、うんうんうん、どこまで行ってもあの生々しいものがそこに出てくるんですよ、うんうん、絵とかにも出てくるし、はい、雰囲気にも出てくるし、で、まあ、僕が参加させていただいた頃がちょうどカッペさんから山口さんかな、うん、がもう泣き叫ぶ、あ、はいはいはい、あたりのところからちょこちょこと出演させていただいたので、うん、度肝を抜かれましたよね、うん、これがこうなってくんだみたいな、うん、っていうところでどん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 やっていくうちにその世界にのめり込んでいったわけなんですけれども、まあ、後ろの方でいくつか質問これ用意していただきました、はい、ちょっと後ろにかぶってくるんですけど、うん、その現場を体験して最初どんな感じかなと思って身構えていって、うん、で、まあ、自分のお仕事をやって帰るわけじゃないですか、うん、でどんどんどんなんか僕の癖なんですけど、その役のなんかこう立場というか雰囲気というかニュアンスみたいなのを徐々に徐々に現場で引きずり出すっていう悪癖があって、山本やるときはなんかちょっと胃が痛くなりながらちょっとね辛労ありますもんね、もう徐々に徐々に数が増えていくことで、話数が増えていくことによって、うん、そうですね、おーやりやがったってなっちゃうなんで終始ちょっとあれでしたね、眉間にはしゃよってましたね収録の時は引っ張るんですね、なんか結構ね、はいはいはい、こう そのガーって入っちゃうとこう、うん、なんか後でもね、うん、引っ張っちゃうっていう話ありますけど、古川さんもそういうところがあるってことなんですね。ありましたね、引っ張っちゃいましたか。で、まあ、その中で確かに山本は引っ張りたくないキャラかもしれないですよね、こう胃が痛くて。でも一番引っ張りやすいというか、入り込みやすい位置にはいるんですよね、はいはい、そのラジオ始まる前にちょっとお話ししてたんですけど、うんうん、山本ってなんか割とこのメンツの中では一般人に近いところに、はいはい、まあ、たまたまその事務所的なところと、うん、そこに飛び込んできた事件事件がグループがね、下克上心の強い女の子がいたりとかして、そこでこう怒ってしまったいろんなものによって、片足を突っ込んでしまう泥にまみみたいな感じになっていくんですけれども、はいはいはい、まあ、その上でもやらなくちゃいけないことっていうのは別にそのなんか悪事に手を染めたいとか、うん、悪いことをしたいわけじゃなくて、アイドルっていうものを輝かせるために自分ができることは一体何なのかっていうところがベースになって、なんだろう、ストッパーが外れた状態でずっとなんか走ってて、まあ、やらなくちゃいけないことはやったんだけど、その後始末をどうするかとか、やらなくちゃいけないことがあるんだけれども、これからその頑張って CD を売り上げていかなくちゃいけないんだけれども、その時になんかやばい方向に向かってるから、それをどうにかしなくちゃいけないっていうところで奔走してってっていうのは、犯罪っていうところを抜きにすれば普通の人でも当てはまることなんですよ、うん、そうですよね。だからそれがちょっと空回りしちゃって、うん、なんかこういろいろこう歯車が狂ってこう泥沼に入ってくるっていう、だから結構 それが結構あれなんじゃないですか、こう人気の秘訣なんじゃないですか。いや、そうなんですよ、誰でもあのルートあるよなっていうのを思わせるキャラクターですよね。ちょっとね、ちょっとしたきっかけでああいう風にこう踏み外していくみたいな感じが、ちょっとかわいそうでもあり、ちょっとそこにこう同情がいくんじゃないですか ね踏み外したも枠だからじゃなく、守るべきものがあるから踏み外したとかっていうストーリーも考えると ねただこの話に登場してくる人たちって、うん、みんなこうなんかこう役座組の人たちはそうでもないなと思ってるんですけど、陽の部分があって、で隠さなきゃいけない陰の部分があってみたいな感じのところがあるわけじゃないですか。なんかそこら辺が最終話まで見終えて
と、まあ、間違ってしまった人たちはそれとその報いがあったりとかっていうのはもちろんあったりとかするんですけど、その中でこう明確な救いみたいな感じのがやっぱ分かれる、うん、描かれてない人は本当に描かれてないし、はい、まあ顛末として最終的にはこうなりましたよっていう形の方もなんかいらっしゃったりとかするっていうところが、なんだろう、さっきちょっと言った生っぽさというか、はいはい、現実にもこういうことってあるよねっていうのをものすごく醸し出してるなっていうところがやっぱりいいなと思うし、ここまでなんかこう引きずってしまう一つのポイントなんじゃないかな、引きずってしまうというか胸に残るというか、残る、なんか印象を強くするポイントなんじゃないかなと思ってて、はいはい、そこがやっぱたまらないですね。深さん、なんか周りからなんか山本の評判とかってなんか身近で聞いたりとかあった、ありました？ありました、ありました、うん、本当に、うん、本当にもうなうこの周りの方で言うと、うん、天心さんが目の前にいる天心さんが、はいはい、別の現場のイベントの時にオートタクシーのお話をしてくださって、あそこなんですって話をしたんですけれども、まあ、その他にも普通に僕のプライベートで見てくださってる、うん、見てくださってるってもあれなんだけど、うん、見てくれてる友達が、うん、あれすごいねって話をしてくれて、うん、もう芸人さんとかと一緒にアフレコとかしたのみたいな、あ、まあそれはできてないんで、あれなんですけれども、でもなんかいろんな芸人さんの皆さんがやるなんかお芝居の熱さみたいなものにも触れられたって、その人はすごく興奮して LINE を送ってきてくれて、なんかそれがそういう作品に書かれたんだなっていうのが僕自身誇らしいなと思ったから、いやよかったです。ちょっと精神的な負担をかけてしまいましたけれども、いやでもそれが醍醐味だなと思ってますのでごめんなさい、掃除で楽しかったんです。いやいいですありがとうございますまあなかなかねこんなリアルな役ってあんまないですよね、少ないですよね。いやだからこそ楽しいんですよね。あとそうだ、キャラソンもあるんですよね、うん、そう、なんでキャラソン歌わせようとしたんですかいやこれはね俺らじゃないのよ、はあ、お客さんよ、お客さんがそうな、うん、そういうふうな、そう投票ですもんね。そうブルーレイボックス買った人が、誰にキャラソン歌ってほしいっていうのを投じていただいて、山本ガンって来て、山本ランクインして、はい、決まったんですよ。だから他の方ってちなみにごめんなさい、ちょっと僕まだ分かってないんですけれども、大門兄弟、はい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 、動画は、はい、関口、はい、山本。ミステリーキスのみんなはいないんですか？ミステリーキスも出してるんで、違うやつで、ミステリーキスの新曲も入るんですけど、ミステリーキスはもう出してるんで、その投票の除外なんですよ。そうなんですか？歌ってない人たちのサードセカンドとこう出していきてでもあれミステリーキスのこれ収録される曲のエピソードって言いましたっけ？まだ言ってないか、まだ言ってないかね。何ですか何ですか？幻の捕まる前に収録した幻の一曲っていう設定うわーマジか。だからオートダッシュの世界の中では世に出せなかった楽曲なんかあるあるじゃない？なんかやばいっすね。ちょっとごめんなさい、全くそれわかんないんであれなんですけど、ね、適当に言いますね。それで歌詞が未来に向かってレッツゴーみたいな感じだったら、もうそれはもう輝く未来に向かってみたいなエモさが半端ない。それはうわ楽しみだなそれうわすごいうん、まあでもそうですね、山本もありがたいことに、はい、キャラソン選ばれたというところですね。はい、キーチェックをそう、ね、前田ちょっとさせていただきまして、はい、まだ撮ってないんですよ。はい、そうですよね。撮ってないんですけど、歌詞とメロディーから来る、うん、中間管理職の悲哀というか、いやーこれやばいなみたいな、やつれてんだもんなみたいな。また胃が痛くなるんじゃないですか。そう胃が痛くなるね。思い出して楽しいですねこれは。ちょっといやめちゃくちゃ楽しみですもんね、はい、山本のだってキャラソンで中間管理職の思いを述べたキャラソンって多分あんまないと思うんですよないんですよ。もう確かにすごく楽しみなんですそれが、ね、ですね。いやどうしようかなと思って。いやこれ男性ファン増えますよ3、40代のファン増えますよ。いや頑張りましょう頑張りましょう。共感半端ないと思うんでねはい、ぜひちょっとキャラソンの方も引き続きよろしくお願いします。
はい、では逆に古川さんから僕ら二人に聞きたいことなどあったりします？まあ、こうやってあんま収録でもそのプロデューサーとかと話したりしないじゃないですか。そうです、最近は飲み会もなくなりましたしね。いや、そうね、昔はそういうのでいろいろ話してましたけど、なんか聞きたいことあれば僕らが答えられるものであればお答えしていくっていうコーナーにしているんですけれども、はい、あ、本当ですか。はい、じゃあこれはその、まあ、今回の話は収録というところでございますので、はい、あのはやばかったらカットしていただける。はいはいはい、インザウッズって山本出るんですか？出ますよ、ね、出ますよ、ね、出ます。本当ですか？僕のリアルマネージャーとのやり取りというか、うん、スケジュールのやり取りの中ではですね、うん、まだないんですよ。まだない。まだ入ってないですか、スケジュール。まだ来てない。あれでも多分2月にそうあるはず。本当ですか？ある。マネージャー山本に降りてきてないだけかもしれないですね、うん、なるほどか、それかやっぱメンタルに来ちゃうからここはまだ隠しとこう。なるほどな。うちのマネージャーもマネージャーしてた。そうですね。あ、そっか、古川さんが入っちゃうから他の子の役もあるから、前後にあるからちょっとギリギリになったら入れよう的な。あ、なるほど、気遣いだったんですね。あんまり早く入れすぎるとまたちょっとそっちにスイッチ早く入っちゃう。なるほど、もうずっと言いたくなっちゃうから胃に穴が開く前にそっちの方にと。なるほどな、よかった。いやでも何よりもよかったら出るって聞けたことですあのやっぱ出ないとここはね。いや山本いないとやっぱり成立しないですね。あ、成立しない話なんですね。成立しない。うわ、楽しみだな、何が起こるんだろう。でまあそんな山本なんですけど、うん、まあその、はい、それもねちょっとインザウッズの話とまたちょっと変わっちゃうかもしれないですけど、はい、まあパクられたじゃないですか、うん、最初、はいはいはい、最後その後の山本とか、うん、あのミステリーキッスの人たちとかのあの年表みたいな感じのってあったりとかするんですか、ね、登場人物たちの。あ、なんかでもあの小野本さんも脚本っていうかね、あの書いてる小野本さんの中ではなんか多分こうイメージあるんじゃないかなとは思うんですけど、うん、公にはなってないですよね、うん、あ、なるほど、はい、それがその明確なこうだっていうのはしっかりとは、うん、なんか今回あのコメントにも出してるんですけど、はい、あのその後あのその後も描かれるのが今回映画で出てくるので見ていただけたら分からんじゃないそっかー、やばいな。でもなんか山本がその後どうなったかっていうところまで今回そこに入ってるか分かんないですけど、あの後にね、なんかそれぞれがどうなっていくかっていうのもちょっとね。ただなんか山本だけはちょっと巻き込まれた感強いじゃないですか。まあそうですよね、他のこう主体的にやった、ね、まあ、あのチームとはちょっと違うんで、まあまあまあ、そこがどうなんだろうなっていうのは。わかんないですけど、上場酌量の余地はありそうなキャラクター。酌量してください。唯一山本だけもしかしたら執行猶予がつくとかあるつくかな。どうなんですかですね。うわ、どうなってんだろう、すごい気になる。確かに気になりますね。気になりますね。すごいな。で山本でショーシャンクやるんじゃないかな。ちょっと確かに劇中ね、獄中からのとか獄中からスピンオフであるかもしれないですね。山本が YouTube の週刊先でアイドルグループをなぜか作る。やばいですね。おもろいな。ありがとうございます。でもなんかいろいろちょっと本当にインザウッズが気になるばかりでございます。私としても、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ古川さんにメールが来ておりますので、はい、ご紹介してみましょう。はい、はい、ペンネームサスケさんからです。はじめまして、山本役の古川誠さんがゲストのことで、初めてメールいたします、早速ですが山本役はオーディションだったのでしょうか。山本役を古川さんにしようと決まった時の決め手などあったらお聞きしたいです。またオーディオドラマ 10.10 話の二階堂類と山本のコントってなってますねが大好きで、再生回数を一人でかなり回してしまっております。二人のテンポが本当に心地よいのですが、あのドラマの収録裏話などがあったらお伺いしたいですっていうことですね。コントになってますけど。コントになってます、ね、本当に。あ、でも確かあれ面白いんだよな。そうですね。え、じゃあまずオーディションじゃないですよね。オーディションじゃなかったです、はい、ね、はい、こう
もう、ね、山本役です山本はってなってました、うん、え、あの怖くて聞けないです我々側からだからちょっと教えていただけるとすごく今後の励みになるななんでかっていうことですよね、はい、いやでもなんか声で完全にやっぱりこう、ね、あのね役はああいうちょっとこう、うん、あのちょっと3枚目も入った役ですけど、はい、なんか声は本当イメージで かっこいい、うん、あの声にしたいっていうのは多分監督からかなあだと思います光栄ですありがとうございます、はい、出てたと思いますあとこれ全然あれなんですけどあのなんかインタビューで出てるんですけどその本当に脚本のそのコノモスさんが、はい、その山本がめちゃくちゃいいっていうありがとうございます言ってました本当になんかありがとうございますあと結構あのこの 10.10 とかも結構ちょっとアドリブ入れていただいたりとか一言ちょこっと入れていただいてて、ね、なんかそれがこうなんていうんですかねこうセリフになんかウェイトが乗ってるっていう言い方してたんですけど本当にその人がいる、うん、いるような感じがしてなんかなんかあの役としてやってるっていうよりはなんかその本当に山本がいるっていう感じが一番キャラの中でしたって言ってて、でそれはそうなんですよ本当にそういうふうに小野さんがおおすげえそれはすごいなそうそれはそうなんかあんまりそう言わないじゃないですか、うん、だからすごいなんかこう響いたんだろうなと山本は響いてたいやすごい本当ありがとうございますありがとうございますありがとうございます本当にありがとうございますいやあの本当にあのピクチャードラマなんかはアニメーションって結構そのセリフの量が多かったりとか、うんまあ、情報量が多いんで、うん、そんなにこう余裕がないんですけどまあ音声オンリーだったりとかする部分だと、うんはいあの自由にこうやりたいなっていう部分がやっぱ出てきてここなんかこれとか入れたら面白いんじゃないかなと思ってポロッとこう入れてみたりとかするとあそれで OK ですみたいな感じですごく自由に作らせてくれたんで撮ってた時もすごく楽しかったですしなんか自由にやらせてくれたことがすごくありがたかったですねその時もありがとうございます、はい、すごいそう確かにこの10点じゃ面白かったですよねそうですねその毎回でもなんか確かにコントみたいなことをしてた確かにコントっぽいのか確かにな。やり取り、やり取り、メンバーとのやり取り。僕らはコントっぽくなんかもうこうだよなって思いますけど、聞いてる側は確かにコントっぽく聞こえるかもしれないですね。話してること面白いですからね。あ面白い面白い会話が。ありがとうございます。ありがとうございます。あとじゃあもう一枚いきましょうか。はい。はい、ペンネームみゆきさんからです。平賀さん伊藤さん、ゲストの古川さんこんばんは、古川さんの演じられる山本君大好きなのでゲスト出演とても嬉しいです。恐縮です。ブルーレイボックス特典のキャラソンが楽しみで仕方ないのですがレコーディングの時の印象や出来事やディレクションなどあればお伺いしたいですって、まだこれはまだなんですね、うん、山本君といえば他の方がイベントでモノマネをしたくなるほどいい声ですがイケボ路線は最初からだったのでしょうか。キャラクター的には矢野や関口に弱みを握られているポジションなのでもっと気弱そうな山本くんパターンもあったのかななど思ったりしています。よろしければキャラクターがどんな風に固まったのかお伺いできたら嬉しいです。かなり深いところまで深いところまで行きましたね。どうでした？その収録の一発目のキャラを作る時の声のところだったと思うんですけどご自身の作ってったものと当日のディレクション等とかってもし覚えてる？どうだったかな。ただなんかガタイが良くて、うんうん、なんかあの目つきがみたいな感じで書いてたんで、うん、そんなに高くはないんだろうなと思って、うんうん、で作っててで役割というかその時のセリフ的にもなんかこうアイドルをまとめてるようなセリフが多かったりとかしたんで、うんうんうん、まあ多少その厳しいところがあった方がいいのかなっていうところでぼんやりあれしてたらまあちょっと締めるところはちゃんと締めてとか、うん、あとまあそういうふうにディレクションされたりとか、うん、大まかのキャラのラインは最初に作ってったもので全然大丈夫だったんですけど、うんうんはい、より生っぽくというか、うんまあ、例えばその小戸川とタクシーに乗っていろいろ会話してる時にミセリキスのそのまあ魅力というかいろいろ熱く語るところがあったと思うんですよね、うん、その時の、お芝居を、まあ、今まで通りの方向で言ったらもっとなんかこう大人げなくじゃないけど酒飲んだ時みたいな感じのそのテンションで熱く語ってくださいみたいな感じで言われて、うん、それまでやってたものよりもちょっとこう表に感情を出しながらやってみるとか、うんうん
ていうようなディレクションを受けました。なんかそういうところが一人の人間としてこう成立していく過程なんだなと思いながら、なんか収録してたのが面白かったなと思いますけど、でもそもそもそのがたいのいいマネージャーがここまでこうヤクザにボコボコにされるっていう白川さんにもやられちゃいますからね。そうなんですよねっていうその山本のキャラクターの そもそもの原型というか、なんか出来方っていうのはすごく興味ありますね。あでもそうですよね、あの時でもキャラありきで最初もうあのビジュアルでもああいうね大きな体 の、 あのキャラクターっていう風になってたので、どうなんですかね。確かになんかマネージャーさんであんまりこうなんかねビシッとがたいのいい方っていうイメージって確かにちょっとね本当こうひょろっとしたイメージの方が確かになんかまあ多いですよね。ありますけど、なんで、ね、あのでかい体だったんだ確かに謎ですけど、そうっすね。まあでもなんかそういうのも含めて、やっぱりこう芸能界のお話だって、まあ近いよりだったんですけど、っていうところで、まあその関わってる事務所的なところも、まあそんなにこう、あのなんだ、いい光が当たってる部分の、その事務所ではクリーンでないじゃないですか。っていうところにいるマネージャーがああいうタイプ、アイドルが、まあ、なんだ、ああいう感じのタイプみたいなところで、そういうのがあるんだよっていう提示の仕方みたいなところも一つのなんかリアルに本当にありそうだよね。テンプレートのそのひょろっとした人たちとみたいなところからまた一つ違った癖をつけるっていうところがなんか世界観 の、 あの構築に一役買ってるんじゃないかなっていうふうにも思いますし、そうだから山本はやっぱりあのミステリーキスのことを語るときになんかちょっとこうスイッチ入るっていうか、ありますね、あの感じがすごいこう人間っぽいというか、人がこうスイッチ入ると早口になるみたいなのがちょっと近くてこうグッて熱量上がるみたいなのが結構面白いですよね。あ、そうだ、思い出した、酒飲んだおっさんじゃないわ、あの子供みたいに語ってくださいって言われた。ああ、はい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 、そうですそうです、うん、急にこうそのことになるともう他の忘れてガーってなっちゃうみたいな感じですよ、はいはい、確かにでもそんだけ好きなんだなと思いました、はい、生きがいにしてるんだなこの人は。はい、たくさん、メールありがとうございます。はい、じゃあ以上ゲストコーナーでした。オットタクシーラジオ、オットタクシーラジオ、今いい感じなんです。続いてはこのコーナーです。どちらまで？サウナまで。このコーナーは何ですかね。実は今サウナキャンプさんと私はコラボとしてグッズを展開しております、うん、その件をですね深掘りしていこうというコーナーです。ほう、なるほど。ということでですね、このコーナーのゲストをさらにお呼びしたいと思います。サウナキャンプ代表の大西さんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。大西さん、よろしくお願いします。まず大西さんのプロフィールをご紹介しますと、サウナキャンプ代表でありながらサウナ文化研究、記事執筆、イベント企画、広報などを担当、24時間サウナのことばかり考えているサウナマニア、サウナの入りすぎでリフレッシュ型になっているためいつも上機嫌恥ずかしいですね読み上げられる と、 読み上げられると確かにこんなこと書いてあるんです。恥ずかしいですねいいですね。でもちょっと加えさせていただくと、サウナ界で一番オットタクシー好き、はいはい、あという自負があります。素晴らしい、はい、じゃサウナ業界ナンバーワンのオットタクシーインフルエンサーってことでいいですか。そうですね、ちょっと今度、はい、ホームページに追記しよう。あ、そうです、はい、確かによろしくお願いします。お願いします。はい、まあじゃあちょっとお伺いしたいんですけど、そもそもこの年末のね、12月28日ですかね、はいはい、サウナブロスさんで解禁しましたけど、ね、このコラボ衝撃的なイラストで、解禁をされましたけど、なんかすごいなんか反響っていうかね、なんかわーって ツイッターで結構いいねたくさんされてました、ね、されてました。映画化の次にさらにこれもぶっ込んでくるかっていうような感じはね多分あったかと思うんですけれどもこのまあ割とこう衝撃的なコラボなんですけど、もう一度どうやって立ち上がったんですか。そうですね、まあ、僕が本当にあの一視聴者として、まあ、オットタクシーにドハマりしまして、もう毎週毎週次の輪が始まるまでもう何回も見返して、まあ、考察サイトとか読み漁ったり、
であのサウナ仲間と一緒にオットタクシー部みたいな、サウナの仲間で集まって、でそれこそその赤道のちょっとモチーフになった北欧に行って、はいはいはい、でこう今後の展開を考察し合うみたいな聖地巡礼みたいな、そうですね、もう本当にそういう活動もするぐらい結構ドハマりしてて、それ4月とか5月とか6月ってこうオンエア真裏、そうです、もうオンタイムでやってまして、でそんな時にその僕のサウナ仲間の、にそのデザイナーさんでドット MP さん、はい、そうなんです、オートタクシーのデザイナーをたくさん手掛けていらっしゃる、はいはいはい、MP さんがどうやら関わってるっていうのを僕後から知って、はいはいはい、でたまたまあのお会いした時にあの大ファンなんですっていう話をして、何か一緒にできないかと、うん、まあもうラブコールを送らせていただいて、そうですね、まあ、そこからあのちょっと面白いねっていうお話をいただいて、ここに、うん、そうですよね、はい、なんか一回だからそのデザインの打ち合わせしてる時にそのドット MP さんが、そうそうそう、なんかサウナキャンプさんがもうめちゃくちゃハマっててっていうハマってくれてて、なんか一緒にやりましょうって言ってくれてるんですよって話があって、ありがとうございます。で、あ、それ嬉しいじゃないですかって、うん、なんかやりましょうやりましょうって言って多分打ち合わせの場は持ったって感じでしたもんね。そうですね。一個ね、幻の企画ありましたよね、イベントの。あ、そうなんですよね。コロナでちょっとなくなっちゃいましたけど、やりたかったですね、リアルなねイベントをちょっとやろうっていうのを企画したりしましたけど、ね、音楽とサウナとっていうの ね、 そうですね、やりたかったですけどね。あれ僕まだ諦めてないです。なるほど、あ、確かに、まだやりたいな、まだできるかもしれないですね、可能性はあると、はいはい、あ、いや、そうそうそう、なんですよ。 そ、 う、ね、そっからですね、そう、そっから、うん、まあちょっと形変えて、うん、でも何かやりましょうよっていう話で、うん、このサウナコラボの企画になってったっていう感じですよね、うん、そうですね、うん、まあ、作品の中にやっぱりあのサウナが非常に印象的なその舞台装置としてやっぱり出てきて、うん、まあ、会話劇っていうその内容にもものすごいやっぱりフィットしてるっていうところが、まあサウナ好きからしてもこういう会話あるよなっていうのをやっぱ見てて結構グッときたり、あと脱衣所で写真撮るなみたいな、あれも拍手喝采ですよ、サウナから。そうなんですね、やっぱマナー的な問題とかもやっぱちゃんとやってくれてるし、これ絶対中に好きな人いるっていうのがやっぱ伝わってきたんで、見てないからいいってことじゃないんだよって言っていますもんね。そうなんですよ、そういうことじゃない、そういうことじゃないって言ってますもん、ね、面白い。でさらにね、うん、僕らが取り扱ってるそのテントサウナ、うん、モルジュっていうロシア製のテントサウナなんですけど、うん、モルジュっていうのがセイウチって意味なんですよね、言ってましたよ、うん、最初に。そうなんですよ、だからロシア語で、ロシア語で、あ、そうです、ですよね、英語だとウォラスなんですけど、あのロシアだと寒中水泳する人たちのことをセイウチってあだ名で呼ぶんですよ。でやっぱりそのサウナから水風呂に入るっていうのがまあ基本的な入り方なので、でロシア人も冬にガンガン海とか湖とか入るん で、 でそういう人たちに使ってもらいたいっていうところからモルジュっていう、はい、ブランド名なん で、 そうなんだ、でセイウチじゃんって。そうですね、よくオットセイって間違えられるんですけど、そう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 、タイトル的にね。でもそうなんですよね、セイウチ、そうだ、結構だから本当の核の部分で結構合ってるとこありますね。そうですね、勝手に運命だと思った。確かに、で今回、コラボグッズがあるんですけど、割とこう、そう、業界騒然というかネット上騒然したのがアロマ、はい、アロマ、そう、僕もびっくりしてた、匂いのところで来たっていうのが、うん、のそのなんかあまりそのグッズがいろいろどういうのがあるのかって知らないんですけど、確かにやっぱりそうですね、キャラのグッズってね、匂いとかやっぱりこうなんか僕ら の、 あのやっぱり願いとしては、そのオットタクシーファンにサウナの良さ知ってほしいし、でサウナ好きにはやっぱりオットタクシー知ってほしいしっていうのが、まあそのコラボでやっぱり実現したい一番ハッピーな形かなと思ってたので、まあその時にやっぱりあのサウナの中であの感じれるもの良さの一つに香りっていうのがやっぱあるので、やっぱり今までのこのサウナのイメージって結構こうカラカラで熱くて苦しくて、はいはいはい、おじさんが蒸されてるみたいな、おじさんが確かにそういうイメージは印象あるじゃないですか。ありますありますね。やっぱり結構今流行ってるというかブームになってる背景には結構そういうアロマ の、 あのいい香りがして、でそれをこうロウリュっていうんですけど、アロマ水を焼けたサウナストーンにかけて、
でいい香りの蒸気を浴びて、でそれしっかり汗かくみたいなことがやっぱりその魅力だったりするんですね。でこれがじゃあ小戸川の香りとか矢野の香りでアロマでローリできたらめちゃくちゃいいんじゃないかっていう、その良さを知ってもらいやすいというかきっかけになるんじゃないかっていうところでアロマとかどうかなっていう。はあ、なるほど。アロマ、あれ古川さん行くんですか。いや僕ほとんどここ最近コロナになってから温泉とか行かなくなっちゃったんで、あ、うん、ほとんど行けてないんですけど、やっぱでもサウナちょっとあって、あの、まあ、行ったところにサウナがあって、でも今日は別になんかこう入ってもどうにかならん体調だなと思ったらまあ入って、でまあそんなに蒸されずに水風呂に浸かってみたいな、無理しないサウナっていうのを毎回やってるんですけど、いやそれ極意ですよ。極意です。極意なんだ、本質を。無理しない。サウナの反対語は我慢ですから、もう、はい、もう気持ちよく入ることがまあやっぱり大切なんで。あ、なんか僕ら勘違いします。だからちょっと行くとなんかこうもっと入ってなきゃダメだって言われたり、ちょっと僕本当実は水風呂が得意じゃなくて、はい、もう絶対無理やり水風呂に入れさせられるんじゃないかっていうちょっと恐怖があってあんま生きてないんですけど、やっぱり今回のこのコラボを発表してからも結構そのツイッターとかで、うんうん、サウナあのすごい興味あるけどサウナの入り方わかんないとか、うんうん、水風呂入れないとか、でも結構いるんで、ちょっとそこに関してはあの話し出すと1時間ぐらいかかる。僕は1時間でいいですけど。でもやっぱりそのやっぱり気持ちよくなるために入ってるんで、そうですよね、はい、うん、声を大にしていたんですね。だからそう無理せず自分のできる範囲でやってもいいと。そうです、だから我慢しないでも熱くなったら出ればいいし、うん、水風呂も冷たかったらすぐ出ていいし、そう言ってもらえばなんか安心です ね、 そうですね、ちょっといけるんじゃないかっていう気が。じゃあちょっと山本のアロマを、はい、今日匂いをちょっと持ってきていただいたので、ちょっと深さん嗅いでいただきつつ、はい、ちょっと説明してみますね、はい、シダーウッドとラベンダーをベースにした甘すぎない大人の香り。ミステリーキッス楽屋ではモテを意識しすぎという厳しい評判ということの匂いだそうです。また言われてますね。うわー、めっちゃいい匂いします。モテを意識しすぎってことはモテそうな匂いってことなんですね。はい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 、あ、はいはい、これはメンバーに、ま、うちのマネージャーすごいモテ意識しすぎてるよね、あのアロマって言われてるってことですよね。そうですね。あ、はいはいはい、細かいな。すごい、まあ、アロマも種類多分相当無限に近いぐらいあるので、そうですよね、あのどういう香りにするかっていうのは、まあ、かなり悩んだとこなんですけど、うん、まあ、やっぱりそのキャラクターがなんかこうどこかに香りのどこかになんかこう見えてくるといいなっていうイメージで、あのみんなデザインしてまして、まあ、山本に関しては一回サンプル上がってきたんですけど、うん、ちょっとモテの意識が最初足りなくて。そのリテイクなんですか。そうです。あ、そうですか。あ、すごい。あのアロマ会社さんに戻すときもっと、もあの露骨にモテそうな、はい、これつけてればモテるだろうみたいな。あ、はいはいはい、逆に言うと本当にモテるやつはつけない顔みたいな。あー、なんか負けた気がする。古川さんにっていう形じゃないですよ。そうそう、山本的に。あ、でもこれしかもあれなんですね、これあのプッシュするだけでっていうところ、スプレータイプで別にあのサウナに垂らさなくても全然大丈夫なやつなんですね、これって。はい、あのもうこれあのルームスプレーとして使えるので、ちょっと寝る前とか、うん、例えばお部屋に2プッシュしていただくと、うん、その部屋がまあそのキャラの香りになるという、うん、そういう風に使っていただいたり、あと加湿器とかに 2,3 滴垂らしてもらうと、まあ、もうちょっと長い時間その香りを楽しみ続けることができるので、加湿器はね、うん、結構ね、うん、一般の家庭でも使いますからね。うん、なんか大西さんの声で聞いてるとなんか3個ぐらい買っちゃいそうな感じ。なんか、ね、確かに。ぜひねコンプリートしていただきたいですね。コンプリート。みんなそれぞれ良さがあるんで。結構なんか、ね、まあ山本とかもみんな話題になってる。結構ドブのアロマは結構なんか、うん、なんかちょっと。
ドブのアロマみたいなのでネーミングが結構インパクトありますね。そうそうそう、名前がちょっと強い、うん、あのパッケージに分かりやすくオドカーの香りとか、うん、矢野の香りってつけたんですけど、うん、あの普通にドブの香りってワードとしてワードがねアロマにしないと普通に弾いてみたらこれドブの香りなんじゃないか絶対売れないだろうみたいな。確かに確かに。ということで、もうお時間となります。お兄さん告知などありますか？はい、現在オットタクシーとサウナキャンプのコラボが、開催中です。書き下ろしのイラストを使用したコラボグッズの販売のほか、都内近郊のサウナ関連施設にコラボイラストポスターが掲示されています。さらに対象期間中に入館受付で、オットタクシーとサウナキャンプのコラボステッカーくださいとお伝えいただいた方に特製ステッカーをプレゼントしております。またダブルチャンスとしてツイッターで監督のサイン入りのポスターが当たるフォロー&リツイートキャンペーンもやっておりますので、ぜひ、オトタクシーサウナキャンプコラボサイトの方をチェックしてみてください。はい、以上どちらまでサウナまででした。お兄さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。オトタクシーラジオ、今いい感じなんです。オットタクシーラジオ、今いい感じなんです。それではインフォメーションです。まずは放送情報です。テレビアニメオットタクシーは Amazon プライムビデオで見放題独占配信中です。続いてビジュアルコミック情報です。ビジュアルコミック全4巻が発売中、特装版にはアニメの本編の DVD がついてきます。詳しい情報は番組ホームページでチェックしてください。そして映画オットタクシーインザウッズは2022年4月1日金曜日全国劇場で公開決定です。詳細をまた追って発表いたしますので、どうぞよろしくお願いします。オットタクシーとサウナキャンプのコラボが開催中、書き下ろしイラストを使用したコラボグッズの販売のほか、現在東京都内サウナ関連施設にコラボイラストポスターが掲載されています。さらに、対象期間中、対象の実施施設への入館受付の際にオットタクシーとサウナキャンプのコラボステッカーくださいとお伝えいただいた方に特製ステッカープレゼント、ダブルチャンスとしてツイッターでポスターが当たるフォロー&リツイートキャンペーンも実施中です。詳細は公式ホームページからご確認ください。以上インフォメーションでした。それではエンディングです。それではエンディングです。さあ古川さん、いかがでしたでしょうか？はい、まあ久しぶりにオットタクシーに仕事で関わらせていただいてるわけなんでございますけれども、やっぱねこの沼は深いですよ。もう知れば知るほどやっぱこれはダメな面白いなと思っちゃうんで、なんかこうできることがあればこれからもお手伝いさせていただければいいなというふうにも思いますし、オットタクシーインザウッズの方もですね、キャストとしても、一、ファンとしてもですね、ファンというか、好きな人間としても、非常に楽しみにしております。これからも頑張って回りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。お願いします。はい、では古川さん、告知などありましたら。そうですね、今年はですね、コロナが収まったんだとしたらサウナに行きます。告知じゃなくていう、はい、ありがとうございます。はい、こちらのラジオでは感想メール、そして出演してほしい人も募集しております。次戦他戦問いません。私に喋らせてほしいという方ももしいればメールください。もしかしたらゲストでオファーするかもです。はい、前来てもらってますからね。はい、オトタクシーラジオ、次回のゲストは日本の社長さんになります。どういう感じになるか楽しみですね。楽しみですね。ということで以上、オトタクシーラジオ今いい感じなんですでした。お相手はポニキャニオン伊藤とピックスの平賀と山本役の古川誠でした。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。この番組は小戸川交通パートナーキャニメプライムの提供でお送りいたしました。